世界中を襲った新型コロナウイルスの猛威。ウイルス自体の被害も大きいのですが、経済への影響も大きく混乱が続いています。もう1時間でも1日でも早くこのあれが収束するのを願っているだけですね、今回のタウンニュース特別では、新型コロナウイルスで影響を受けた皆さんへの支援策を一挙にご紹介します。タウンニュース特別。皆さんこんにちは。住民企画課の水野です。上原です。新型コロナウイルスの感染者は町内ではまだ出ていませんが、影響が多く出ています。こちらの三三館では5月31日まで閉鎖となっています。中央公民館や農業者トレーニングセンター、町民会館は6月1日までの閉鎖が決まっています。一方、ふれあいパークゴルフ場など屋外の施設などは5月16日からオープンしています。状況次第で変更もありますので、詳しくは町のホームページをご覧ください。津別小学校、津別中学校、津別高校ともに休業措置を取っており、教育への影響も心配されています。また認定こども園こどもの森は5月31日まで自主登園、子育て支援センターは5月31日まで閉鎖となっております。国や道、町ではさまざまな支援を打ち出しています。支援は大きく、個人・世帯への支援、お店や会社など事業者への支援、2つがあります。まずは個人・世帯への支援をまとめてお送りします。どうぞ。世帯や個人の皆様に向けた支援、まずは手元の現金を確保する支援のご紹介です。全国すべての方々に向けた特別定額給付金、一律1人当たり10万円の給付、各家庭に郵便で届いているので同封の返信用封筒でご郵送ください。申請期限は8月7日までです。こちらは町の特別定額給付金の担当窓口です。こちら5月7日に世帯主さん宛に郵送で送っております。暗証番号や口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバーなど絶対に教えない、渡さないでお願いします。続いて子育て世代への臨時特別給付金が子ども1人当たり1万円、改めての申請は原則不要です。さらに休業による収入減で住居を失う恐れのある方に住居確保給付金、原則3ヶ月、最長9ヶ月の家賃相当額を国が支援します。担当窓口にお尋ねください。そして収入減で生活が苦しい方への貸し付け、生活福祉資金、緊急小口資金特別貸し付けは最大20万円を貸し付け、窓口は町の社会福祉協議会です。コロナの影響で、収入の減っている方ですとか生活にお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。収入が減り学費が払えない方は、高等教育就学支援新制度、さらに高校生等奨学給付金を受けることができます。手元の現金が確保できたら支払いを抑えることも大切です。収入減で保険料が払えない方は、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の減免を受けることができます。また税金や公共料金が払えない方は、国税と同税の納税猶予、公共料金の支払い猶予を受けることができますので、それぞれの窓口にご相談ください。そして町の支援として、町内小中学校の給食費が9月納付分まで免除、小中学校にマスクを1人50枚配布、さらに福祉施設にマスクと消毒液を配布、そして町内で使える1人1500円分のお買い物割引券を配布しています。町ではさらに次の支援を決定しています。
由は津別町お買い物割引券になります。600円のお買い物ごとに300円の割引券になります。町内の飲食店やコンビニ、美容室、給油所などで使えます。いろいろなところで使えます。ぜひ9月30日までの間に全員お使いください。続いて中小・小規模事業者などの皆様への支援をまとめてご紹介します。まずはお金がもらえる給付金、助成金、協力金のご紹介です。売上が半分以下で家賃の支払いが厳しい事業者に持続化給付金が最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付。相談はコールセンターで、申請はホームページから行うことができます。雇用を維持できない事業者に雇用調整助成金が最大10割助成。道からの要請により遅くとも4月25日から5月15日まで休業した事業者に休業協力・感染リスク低減支援金が法人で30万円、個人事業主で20万円、19時以降の酒類提供を自粛した飲食店に10万円が支給されます。テレワークを導入したい事業者に働き方改革推進助成金が上限100万円で助成率は2分の1以内、 IT 導入補助金が上限450万円で補助率は3分の2以内、感染拡大防止に取り組む宿泊事業者に対する支援として衛生管理機器の導入を上限200万円、補助率4分の3以内で補助。子どもの世話で従業員が休んだら小学校休業等対応助成金が1日あたり上限8330円、個人事業主やフリーランスの方が子どもの世話で休業したら1日あたり上限4100円、そして支出を抑えるための猶予や減免がこちら、国税や地方税、社会保険料の納付猶予、さらに固定資産税や都市計画税が最大ゼロに減免されます。売上が減り資金繰りが厳しい事業者に実質無利子・無担保融資、国・道・町がそれぞれ違う融資制度をご用意しています。まずはお近くの金融機関か津別商工会にご相談ください。さらに津別町の支援として、町内の宿泊業・飲食業及び飲食料品・小売業者向けに津別町新型コロナウイルス対策支援金が1業者あたり30万円給付されました。町ではさらに第3弾の支援を行います。町民の皆さんこんにちは、津別町長の佐藤です。今ひどい状態になって、世界的にですねなっているところです。まあ、そういう中で、まあ、企業も含めてですね、さまざまな方たちが大変苦しい思い、まあ、子どもたちも十分に学校に行けないというようなこともありましてですね、まあ、これまで第1弾第2弾ということをいろいろ考えてやってきたところなんですけれども、一つの支援策としてですね、今僕がしているこのマスクがあります。これは実は津別町で作ったマスクです。山梨県の南アルプス市とですね、津別町は姉妹都市を結んでまして、そこから今津別にですね、ケイニットさんという会社が来て子ども服を作ってるわけですけれども、そこでですね、なんとかマスクをですね、本職が作るということで布マスクできないだろうかっていうこともあって、昨日実はサンプル含めてですね、300枚の寄付をいただいた、その中の一つがこれなんですけれども、これをこれから1万5000枚ですね、発注をして、そして町民の方にですね、1人2枚ずつお渡ししようと思ってます。またその他にもたくさんいろいろタブレットの購入だとかですね、子どもたち向けのですね、いろんなことが今日決められましたので、町としてもできることをしっかりやっていきますので、皆さんも少し疲れてるかというふうに思いますけれども、
まあ、ワクチンとですね、治療薬が出来上がるまでの辛抱じゃないかなというふうに思いますので、一緒にこれ乗り切っていきましょう。よろしくお願いします。国、道、町が一体となってさまざまな支援を行っています。それではイベント情報です。この番組は津別町がお送りしました。また次回皆さん元気にお会いしましょう。さようなら。